こんにちは、ゲーミングお母さんちゃみです。はい、今日はですね、6月の14日火曜日、ローソンコラボさんの初日でございます。ローソンさん、いつもいつも素敵なコラボありがとうございます。あ、はい、そして今日のコラボ早速ご紹介していきたいんですけれども、結果的に言いますと全ての商品が手に入りませんでした。3軒回ったんですけれども、やっぱりもう売り切れているのか、入荷しなかった分もあったみたいですし、とりあえずこちらにある分だけはね、確保してきたんですけれども、まあ全ての商品ちょっと買えなくて残念でした。まあそれでもね、結構買えたかなと思っておりますので、一つ一つの商品ご紹介していきたいと思います。まずこちらですね、ドリンク黒糖オレになっております。黒糖オレってことはコーヒーですかね。シークレット含めて全8種類あります。残念ながらね、シークレットがどこの店舗にもなくて、シークレットをゲットすることできませんでした。ごめんな、みんな、シークレットをご紹介できたらよかったんやけどね。力不足でした。シークレット、どんな絵柄だったんでしょうか、すごく気になります。今まででしたら、全員集合みたいな感じだったんですけど、今回なんか、こうやってムキムキネズミもいますし、それから、奥様方ね、奥様方。3人の奥様方とかもいらっしゃるので、結構キャラ的にはたくさんだったんじゃないかなと思っておりますので、どんな感じのシークレットだったんだろうってすごく気になります。買われた方はぜひコメント欄で教えてください。まあじゃあシークレット以外のジャケット見ていきましょうか。さっきムキムキネズミと奥様方見ていただきましたので、他の柄見ていきましょう。こちら、ダキ&牛太郎です。そして、炭治郎でーす。おい。横に、猪之助。あ、これ、猪子ちゃんかな？あ、猪子ちゃんか。猪子ちゃん。これは普通の炭治郎かな？で、はい。善子ちゃん。ずっと寝てましたもんね。善逸に関しては、もうずっと善子ちゃんのままでしたよね。で、天元様となっております。はい。1本、120キロカロリー。7本買ってるから、結構なカロリーやね。ちょっと1本飲んでみたいと思います。奥様方、どんなお味なんでしょうか。美味しい。ブラウンシュガーオレ。あ、確かに、黒糖、まさに黒糖というか、タピオカミルクティーのコーヒーバージョンって言ったらいいんですかね。なんて言ったらいいんだろう。本当にブラウンシュガーで甘さを加えたカフェオレ。めっちゃ美味しいです。毎朝飲みたいと思います。1週間分あるね。はい。でこちらゼリーがね、今回も出ております。重い、毎回のことながら重いですけど、今回のゼリーはこのような、じゃじゃん、みかんゼリーとなっております。価格が678円って書いてますね。絵柄がこんな感じで、よかまぼこ体バージョンと、こちらが天元様がいらっしゃって、かなおちゃんとしのぶさんとぎゅうさん、はい、このような2バージョンあります。中はどうなってんだろう。中は何もなかったかな。毎回中何もないですよね。多分真っ白だと思うんですけど、一応見ておきましょうか。ほっ、中は何もないです。このスープカップって言ったらいいのかな、このマグいいですよね。スープ飲むのもいいし、なんかちょこっとしたものを食べる時にも使ったりしています。はい、お気に入りです。そうなんです、今回おにぎりとか唐揚げくんないんですよ。ちょっと寂しいですよね。寂しいといえば、今回ね、煉獄さんがローソンコラボからご卒業されて、うーわ、めっちゃ悲しいなと思っていたんですけれども、チロルチョコレートの方にいらっしゃったので買いに行ったんですけれども、手に入りませんでした。なんかどこ3店舗回ったんですけど、3店舗とも入荷されてなかったみたいで、わー、2箱ぐらい買って煉獄さん出したかったんですけれどもね。残念です。絵柄はね、20種類もあるみたいで、なかなかね、すごい感じです。味は塩チョコレートとかでした。なんかそんなんでしたよね。そうなんですよ。で、あとカントリーマームも3軒ともなかったんですよ。
わ、色紙6種類でしたでしょうか。何が入ってるか開けたかったんですけどね。めっちゃ楽しみにしてたんですけども、それも見つかりませんでした。まあでもチロルチョコレートの方は本当に煉獄さんがいらっしゃったので、わ、もう絶対ゲットしたかったんですけれども残念です。そしてこちらにね、たくさんお菓子があると思うんですけれども、このロッテのお菓子対象商品を3つ買いますとノートが1冊もらえるということで、いろんなお菓子を買ってきました。これのど飴だったり、こうアーモンドチョコレートとか、クランキーチョコレート、ガーナチョコレート、こちらのシリーズ、これね、だいたい100円ぐらいなのでちょっとお得ですね。で、こちらゼロカロリーチョコレートって言ったらいいのかな、シュガーフリーチョコレートって言ったらいいんでしょうかね。こちらのシリーズも150円ぐらいだったかな、ちょっとお高いんですけれども、こちらも入っております。でもカロリーゼロですからね、たくさん買って食べてもカロリーはゼロということで安心かなと思いますね。はい。で、コアラのマーチはいちご味だけが対象でした。あとこちらガーナミルクチョコレートとクランキーチョコレートも対象です。その他にもね、なんかね、グミとか、あとほら全集中のレモンのガムも対象商品になってたんですけれども、売ってませんでした。さすがにやっぱりそれから皆さん買うんでしょうかね。皆さんしっかりされてらっしゃるわ。で、こちらノート6冊いただいてきました。ちょっと軽く見てみきましょうか。まずこちらなんか全員集合バージョンなんですけれども、裏がこちらでこんな感じで、中はこんな感じです。バラ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 、中一緒なのかな。はい、これかなおちゃんとしのぶさん、裏はこんな感じです。色かわいいですよね。で、中はこんな感じです。同じか、中は同じかな。で、これ牛さん、後ろはこんな感じです。はい、こちら天元様、後ろはこんな感じです。かわいい天元様、似合いますね、浴衣。素敵です。で、こちら、イノスケット、善逸。善逸最近なんか、目つぶってたり、目驚いてたり、みたいな表情多いですよね。はい、後ろはこんな感じでーす。ねえ、イノスケがお顔を見せてくれてます。かわいいです。はい、で、こちらが炭治郎とねずこちゃん。いいですね、この着物。かわいい。あと、藤の花がプリントされてある。かわいいですね。ね、後ろがこんな感じです。はい、縦長のノートで使いやすそうだなと思いました。というわけでロッテ商品どれも美味しいですよね。ロッテさんの商品、まあ、こんだけ買ってももう時間かけてゆっくり食べていけるかなと思っております。皆さんもぜひぜひ、ノートなくなり次第の終了ですので早めにゲットしてみてください。はい、というわけでこの度は今日から始まりましたローソンさんのコラボをご紹介させていただきました。わー、ちょっとカントリーマームとそれからチロルチョコがちょっと残念だったんですけれども、明日から違う地方に行きますので見つけ次第リベンジしていきたいと思います。まあ、今回おにぎりやらお弁当やら唐揚げくんなかったのがちょっとね寂しかったんですけれども、またまたね、鬼滅の刃がローソンに帰ってきたということで、またローソンに通う楽しみが増えそうです。はい、というわけで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶんは